こんにちは、速稼塾のコブです。今回の花龍馬さんの動画ね、いろいろと思うところがあったなと思ったんで、まあちょっと違った角度で切り取ってみようかなと思います。まあ、大悟さんとかをね、例に出されてましたけども、スーパーチャットでお金を払わないと、まあ、質問に答えてくれないっていうのがありましたね。私もね、それはね、当たり前だなと思うんですよ。答えるってことは、誰かが何かについて答えるってことは、その人が急に思いついたわけじゃなくて、それまでの試行錯誤とかね、研究とか失敗とか、そして成功とか、いろんな思いの中で積み重ねて培ったですね、人生そのものなんですよ。まあ、ですんで、たった一言の答え、回答、これにですね、どのぐらいの価値が見出せるかっていう質問者の力量がかかってくるんですよ。で、あんまりね、例がないんですけども、スーパーチャットで質問しますよね。例えばスーパーチャットで3000の質問します。で、大悟さんなりね、何なりが答えてくれました。ひろゆきさんでもいいや、答えてくれました。で、その答えにありがたいと思ったら追加でね、5000払う人とかね、2万払う人とかって、これあんまり出てこないんですけども、こういう感覚なんですよ。私たちはビジネスをやってるわけなんですよね。まあ、ですんで、いくらですよって請求されなくても、その価値を見抜かないといけないんですよ。特に自分がした質問について、この人が答えてくれたありがとうという気持ちがどのぐらい金額としてお返しできるか、ここにビジネスのセンスが問われてるんですよね。で、もう先行きがないんじゃないかなとか、行き詰まってるなって私が誰かについて感じるってことは、価値を受け取ったのにそれを価格にね、値付けができてないってことなんですよ。ありがたさが金額によってお返しできないっていうかね、ああよかった、得したになっちゃってるんですよ。そうなんですよ。自分が得してしまうと、そこで報いを受けてるんで、そこで終わりなんですよ。そうではなくって、どうやって相手にね、自分が受けた以上の利益を供与しようかなって思うことで、次のステップがあるわけなんですよね。結局、値段がつけられないと、値段がつけられない、ね、払えないっていう感覚は、これ凡人なんですよ。ここに3980円の商品ですって書いてあって、ああ、ちょっと値下がりすればいいなとか、これちょっと負けませんかとかね、割引になったら買うとかね、これすでに価格が走ってるんですよ。数字が走ってるんですよ。これでは凡人なんですよね。もうこれは先がないんですよ。やってることは特別のように自身では感じるんですけども、ちょっともう次はないかなと思いますね、これはね。だから正確に、この人は自分のために時間をかけて、お金をかけてここまで来てくれた、もしくは自分の商品を買ってくれた、そこに対してセールスマンとしてはどのぐらい感謝の恩返しができるか、10倍返し、100倍返しができるかってことによって自分が鍛えられるんですよね。まあ、例えばね、じゃあ3万円の商品インターネットでありました。3万円の商品買いました。うわすごいな。その3万円の商品を買って、まあ、お金の問題解決しましょうか。じゃあ3万円の商品を買って自分は10万円稼ぐことができたぞって言った時に、7万円の差額が生じてるわけですよね。7万円利益を出てるわけですよ。でもその7万円を販売者さんに3万円で買ったんだけども、私は10万円稼ぎました、都合7万円利益が出ました、だからその半分はあなたのものですってお返しできる人と、7万円全部があなたのものですってお返しできる人と、感動しました、30万受け取ってくださいっていう人と、じゃあ誰が一番先まで行くかってことなんですよね。まあ、当然答えるまでもなく、それは30万払った人なんですよ。なぜならその人は3万円だと思って購入したものに対して30万円以上の価値を見出して、その支払いを追加でできたからなんですよね。そしてそれを受け取った販売者さんはさらに目をかけてくれることになるんですよ。まあ、そのさらにね、深いところを引き出すことができる、要するに3万円の商品を33万円に引き出したってことなんですよ。それは販売者さんとしても3万円の商品にはかなりの妥協を込めた値下げが入ってるわけなんですよね。ですので、もともとは50万100万の価値があるものを3万円にしてくれた可能性が非常に高いわけですよ。じゃあ価値の見抜けない人はどういうことをするかっていうと、3万円の商品に対してね、高いなとかね、2万円ぐらいだったらいいのにな、これ分割になりませんか、こういう人が稼げるようになると思いますかってことなんですよ。支払わずに済んだ、よかったっていう人が先がありますかってことなんですよ。世の中ビジネスでできていて、で、私たちは何がしかの形でビジネスをやってるんですよね。ということは、ビジネスのプロになるときに自分が払わずに済んだからラッキーというね、この素人感、完全なるこれ消費者なんですよ、この考え方。違うんですよ。ビジネスマンとして商品を介在する、扱ってるものとして、じゃあ商品を売ってる人はどうやったら自分からの感謝を受け取れるかな、提供を受け取っていただけるかなっていうふうに、やっぱりね、考えていけることなんですよ。それがだから自分の立場ではなくて相手の立場になれますかってことなんですよね。そうなると、これは顧客フォローにもつながってくるんですよ。お客様は自分の商品を買うことによってものすごく
問題解決ができました。でもプラスアルファでさらに追い打ちをかけるようにもっとフォローアップできるかどうかなんですよ。これはね、最近でも事案があったんですけども、私と吉谷さん多分同じ行動してるんですよ、億万長者合宿を通じて。というのが、億万長者合宿のこのリレーの方にね、お問い合わせがあったんですよ。まあ、どんなお問い合わせかっていうのはちょっと割愛しますけども、とにかくその人はね、まあ行動ができないんだと、うつ病なんだと、お金があったらこの億万長者合宿シリーズ速稼塾奴隷化入るのにっていうことを言われてたんですよね。簡単に言えばそういうことです。でそれに対して私たちがどういうふうに答えたかっていうと、これはね、その人がお金を払うか払わないか関係なくですね、そのお問い合わせに1日をかけてね、お互いに対応してたんですよ。それができるかどうかなんですよね。販売者としては金になるからやってる面があります。でも金にならなくても、この問題は金にならないがゆえに扱うプロがいないってことなんです。だからそこに対して俺の出番じゃないかなと、どこまで自分はこの人に切り込んでいけるかな、銭金じゃないぞ、でもこっちは提供だけでいくぞって感じになれるかどうかなんですよ。でこれをね、お金が関わってないとどういうことになるかっていうと、お金を払ってないんでやらなくていいって発想になるんですよ。まあ、これが普通の人です。だってそのお問い合わせがあった方からは何のお金もいただいてないんですよ。何の報酬もないし、そもそも報酬いただける見込みもないんですよ。お金がないわけですから、生活苦なんですよ。それこそ1000円すら出せないんですよ。でお金があったら入るって言って、要するに入らないっていう宣言なんですよ。これお金があったら入るんだけども、お金がないから入れない、入らない宣言、要するに払わない宣言なんですよ。でもお問い合わせは来るんですよね。でそれに対して私は銭金抜きに対応するわけなんですよ。でも大抵の方はこれできませんよね。で私はね、戦術的にはこういうふうに後付けすることができます。そういうふうにお金にもならない人にどのぐらい徹底的にできるかっていうことによって、あ、この人は信頼できるなと思って、それを見た周りの人が速稼塾に入る効果はあるんですよ。まあ、ですんでね、ちょっとここまでをちょっとまとめますよ。ぐちゃぐちゃっとして分かんなくなってきました。花屋龍馬さんとの私のやり取り、確かに花屋龍馬さんは速稼塾に入ってませんし、花屋龍馬さんからお金を受け取ったことはありません。ただおかげさまでね、その花屋龍馬さんに徹底的にこの動画を送りつけるということでね、その対応しているってことを周りの人が見て、再生数はそこそこありますからね、何十回か回ってるってことは、なんとね、20人、30人、40人、50人、時によっては2、300人が見てるんですよ、この動画。それによって、あ、お金を払わない、塾生でもない、花屋龍馬さんにここまでやる久保哲郎、速稼塾はすごいな、私は入りたいなと思って、何件このやり取りを通じて速稼塾に入塾を希望された方がいるかってことなんですよ。特に特別定額給付金というテーマがありました。これ未だに私やってます。大抵の人はもうやめました。でも私まだやってるんですよ。で、これをやることによって、ね、何が起きるかっていうと、低所得者の方、生活保護の方、結構ね、暮らし困ってる方がずっと見てくださるんですよね。そして個人的なつながりもありました。その方との対話を私はまだまだね、深まってるんですよ。でも一定のテーマ、アクセスが取れるな、特別定額給付金だってやった人、今はもう特別定額給付金の見込みはありません。今回の新年度予算の補正予算も組まれません。菅総理もやらないと言ってます。その中で発信しても無駄なんですよ。でも私はやるんですよ。無駄だと思った瞬間やる人がいなくなる。要するにこれブームの人なんですよ。数字が走ってる人なんですよ。私は数字が走ってるわけではないと。多くの人が必要だと思ってる情報をどこまで提供できるかという自分の挑戦なんですよね。銭金じゃないんですよ。でも結果銭金になるんですよ、これ。なぜなら私はこのことによってアクセスが取れて、で他の人が辞めるから私のところにコメントが並ぶんですよ。で YouTube の仕組み上、コメントが多い人に報酬の割合が大きくなるっていう、そういう形があるんですよね。でおかげさんで私は結局アクセス数が極端に伸びたわけではありません、今のところね、これ半年間、で、チャンネル登録の人数も圧倒的に増えたわけではありません。だいたい1万4、5千人前後です。ずっとその数字なんですよ。ただ一つの動画につくコメントの数が増えました。おかげさまで報酬がバルクアップしたんですよ。で報酬がバルクアップしたことを私は視聴者さんにお返しするためにいろんなプレゼント増えました。かなりやってます。私の放送を見てくださる方、こと細かく見てくださる方、もしくはコメント欄にコメントを書いてくださる方、そのコメントに私が間に合ってないんですけども返信をします。ここにメールをしてくださいと、
いつものメールアドレス書いてます。で、勇気を出して私に直接メールしてくださった方、いろんなプレゼントを送っておりますね、うん、だからそういう形でもっともっと関わりを濃くすることができてるんですよ。ね、まとめと言いながらちょっと長くなっちゃいましたけども、要するに何が言いたいかっていうと、銭金じゃなく動く人に人はついてくるってことなんですよね。で、結果的にそこに利益が発生するんですよ。で、私は利益が先に走ってないんですよ。お金になりそうだからやるとか、この人は熟成になりそうだからやるとかでは全くないんですよ。そんな安っぽい根性じゃないんですよ。そんなことはね、全然頭にも上りませんね。そうではないと、目の前に問題がある、目の前に困った人がいる、その人を値を上げることなくどこまで対応できるかなっていう自分の挑戦なんですよ。ですので、特別定額給付金の第2弾、昨年の10月、11月、12月、この辺りピークでした。で、年をまたいで今年の1月2月にはもうね、沈静化しちゃったんですよ。もう見込みがなくなったんですよ。それと同時に活動をやめる人、こういう人は私はもう横に並んでないんですよね。私だけがレースを走ってるような状態なんですよ。だって前提として私は特別定額給付金が出ないと思ってやってるわけですから。だから出ないことが確定しても別に最初からそれなんですよ。出ないからどうするってことをやってるんですよ。出ないからもっと働きかけるのか、出ないから自分で稼ぐのかっていう道ですよね。終始一貫してるわけですよ。ああ出るかな、出るかな、出ないかな、出ないかな、出ないかなって思わせぶりなタイトルつけたりとか、思わせぶりなサムネイルや話でね、釣ってるわけでもなんでもないんですよ。だから私はどうやったら私たちの目の前に特別定額給付金に代わるお金が出るかなとかね、どうやったら私たちは新しいキャッシュスペースを確保することができるかなっていうことをずっとやってるわけなんですよね。ですんで、特別定額給付金確かに出てません。だけども現金を手にしてる人は、私の放送ずっとついてきてる人は多いんですよ。で、現金を手にした結果、速稼塾に払って入塾する人結果増えるんですよ。だからね、そういうところ見てないんですよ私はね。目の前に現金散らかされたから一生懸命やろうかなじゃないんですよ。違うんですよ。もう困ってる人がいる、だからやってるだけなんですよね、うん、で、今回何でしたっけね、お金の話はお金のプロに聞けでしょ。だからまさにこういうことなんですよ。お金が欲しいんだったら、まずはお金をくださいと目の前の人に言わなければなりません。ただ私はもう上級者なんで、プロなわけなんですよ。プロの中でも上級者なんですよ。だから目の前の人にお金をくださいって言わなくても、お金が入る仕組みは作れてるんですよね。今お話したようなことが、だから花屋亮さんのやり取りを通じて、私はちゃんと課金されてるんですよ。お金くださいなんて言わなくても入金があるわけですよ。で、そういう形が作れてるんで、私は特にね、目の前の現金に焦ることはないですけども、ただ初心者の方とか、まだ先が見通せない方とか、資産ができてない方は、もうね、放送の1回1回にお金をくださいっていうぐらいの形じゃないとできないですよね、うん、まあですんでね、そうだな、まあ、花龍馬さんにね、なんですかね、年寄りっぽくね、何かを教えを垂れるみたいな、そんな大それたことはすることはないんですけども、うん、ただそうですね、一つ今回ね、ずっと言えることに、花龍馬さんが私に成立してこないですね、うん、それができたらちょっと一皮向けるのになと思いましたよね。もちろんセールスしても買わないと思いますけどもね買わないと思うんですけども、セールスしてくるなり、もうなんですかね、まあ速稼塾の中でオンラインサロン始めたんだったら紹介してくれませんかみたいなことが、それもセールスの一つですから、あればまだ可能性広がるんじゃないかなと思うんですよ、うん、もちろんね、何かの考えがあってそれを思ってるけど言わないのかもしれませんけどもね、うん、ただプロモーションにちょっと参加してくださいみたいなことは、縁もゆかりもない人もやってどんどん、ね、来ますんでね、それは別に私が受け入れるか断るかは分かんないですけども悪いことじゃないと思いますよ、うん、きっとね、私の視聴者さん、花龍馬さんのファンも多いと思いますから、私も推薦すれば、ああだったらみたいな感じになるんじゃないですかね。特に速稼塾の活動を通じて利益を上げていらっしゃる方は、速稼塾の塾生さんやそれに関わる人からどうせなら商品買いたいと思ってると思いますからね。でこれが今回ね、ちょっとね、年寄り臭いこと言って申し訳ないんですけどねちょっとだけ先輩風吹かして、いやそういうのもあるよあるよということですよね。だから、ね、あらゆる縁を通じて商品売っていかないと、せっかくオンラインサロンとかね、なんか作るんだったら、
それも自力ですよ、やっぱり。甘えることができるっていうかね。だから小野里さんに連絡して、ちょっとこういう商品作ったんですけど、小野里さんから紹介してくれませんか、でもいいと思いますよ。そしたらもしかしたらね、じゃあコミッションいくらくれますって話になるかもしれませんけども、そうやってお金が流通することによってビジネスは成り立つわけじゃないですか。だからお金を流通させずにビジネスマンって言ってることが、なんかいまいちなわけなんですね。これ花山さんに対してじゃないですよ、多くの方に対して言うんですけども、ビジネスをやりたいとかお金を稼ぎたいと思ってるのに、そこにお金を介在させてないわけなんですよ。セールスもしないし、自分から積極的に商品を買うこともないというね。だからなんかこれすごいなと思ったら、別に買う買わないに関わらず、銀行口座聞いてポッと入金すればいいと思うんですよね。ありがとうみたいな感じで。実際それはね、私あるんですよ。私の無料動画を見て、速稼塾が入ってるわけでもないのにお金だけ払うみたいなね。最近はないですけどね、ポストにお金がごそっと入ってたりとかねあるんですよね。街中に住んでる時はね、割と近所に視聴者さんとかもいらっしゃったんで、だから何回かね、ポストにね、なんか札束が、札束っても千円札の束だったんですけどね、ゴトンと音がしたから行ってみたらお金が入ってたとかね面白いでしょだからお金くださいって言わないと最初いけないんですけども、お金くださいって言わなくても入金が入るんだったらね、なんかこの人何で稼いでんだろうみたいな世界に入ってくるんですよ。でも残念ながら初心者の方とか、お金まだ十分稼げてない方が、なんかね、それやってないんですよね、お金くださいってこと。もっともっと激しく売っていかないとお金つかめないですね。特にアクセスが取れてなくって、商品単価がそんなにね、5万とか10万とか20万程度のものしか扱ってないんだったら、これはね、どん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 売っていかないとね。やっぱ吉谷さんね、億万長者合宿の吉谷さんなんてのは毎月商品売ってるわけですよ。しかも年間を通じて120万みたいな商品売ってるんですよね。もう売り続けてるわけですよ。でも売れるんですよ。それはなんで売れるかっていうと、売り続けてるからですよ、ね、いや売らないと売れないですよ。で、私の場合はおかげさまで視聴者さんの方が速稼塾ってものをいろいろ調べたりとか、私に聞いたりとかして価格調査して、で検討してくださいますんで、私の方からセールスを設ける必要はないんですけども、ただメッセージいただいた方に聞かれればちゃんとね、答えるためのテンプレートを用意してますんでね、それをコピーして返送するっていう作業にはなりますけども、まあ滅多に私から成立することはないですね。年に1回ぐらいですね。ということで、お金の話はお金のプロに聞けということでタイトルいただきましたんで、まあいろいろと語ってみました。ちょっと長くなっちゃってすいませんね。もう朝だな、5時36分ですね。まあいろいろと面白いですね、毎日ね。ちなみに今日は広島参院選のやり直し、13億円かけて、例の広島ではね、大規模な買収事件が起きました。自民党による、自民党はね、買収ばっかりするんですよ。で、今回も買収してると思うんですけども、今回は証拠がない、尻尾が出てこない。だから自民党に投票する方は若干いるかもしれません。ただね、やっぱり少なくともね、買収しない人に私は国政を任したいんで、結集広島宮口博子さんに投票しようかと思います。この人はまあ買収しないと思うんでね、自民党ちょっと買収やめませんか、そろそろ。自民党そのお金の使い方はビジネスじゃないなというところで、いってらっしゃい。